番言いたいのは、そのよく生きたまま腸に菌が届くとかヨーグルトとかで言ってるんですけど、生きたまま届く菌ってほとんどいないんですよ。胃酸でまずやられてしまう、腸の中に定着する割合ってすごく少ないんですね。なんで乳酸菌を取るかというと、やっぱり免疫を活性化させるっていうことで、その直接腸に菌が届くのではなくて、間接的に免疫を活性化させて、それで腸内環境を良くして菌が住みやすいようにする方がもうより効率的なんですよ。その腸管免疫を活性化させるには数が大事なんですよ。これもう本当に生きてる死んでるじゃなくて、もう数なんです。免疫が活性化すると、まあ、感染、風邪ひかないとか、胃腸炎にならないとか、インフルエンザにならないとか、あと一番はもう免疫が上がることによってがん予防になるんで、そしてそれに免疫を上げると腸の環境が良くなってくるんですよ。その腸の中に菌をたくさん入れて、それを定着させるために飲むっていうのはちょっと間違いの考え方なんですね。非常に効率が悪い、数なんです、とにかく。